濃厚エズレート西側の10キロ地点で石が次々と落下、人に当たると大怪我をするでしょう4月3日のカレン地震以降、今でも余震が絶えずさらに連日の大雨により歩道に多くの落石が6キロと10キロ地点が最も深刻です入り口,口から1キロ地点までの区間は通行止めとなっている。 立港産業道路の21キロから22キロ地点の区間で、大きな岩石が転がり落ちました。幸い、人や車に衝突しませんでした。切羽国家公園の第6林道東線でも崩落が起きました。車線を確保するため、作業員が捨てて石を運んでいる。緊急修復作業を経て通行が禁止されていた第6林道東線は、ついに5月5日に通行可能となりました。 よく登山する大志郷医師も Facebook で、今年は玉山を含む台湾の高い山に登らないだろうと投稿。うんうん、登山道の崩落や外部との連絡道路の崩落、落石が起こる可能性もあるため、登山前のリスク評価が必要だ。5月1日午後、カレンでまた極先発地震が発生し、震源地は中央山脈付近でした。 玉山、トロコ・セッパ国家公園の管理省が Facebook を通じてしばらく登山を控えるよう促しました大石も安全が何よりだと呼びかけています